参りましょう。クイズお笑い問題。 TBS 雲南極限ネタバトルザ・イロモネア笑わせたら100万円で、番組初の100万円を獲得したコンビは、これはさあどうでしょう。これは常識問題じゃないよね。ちょっとこれはダメ。これは違うわ。初ってなると、そのあいつら取ったらしいでみたいな話になったりとか楽屋でするんじゃないですか。例えば M1 の初優勝の方とか年に1回だよ、毎週やってたさ番組の初を見逃すなみたいな、恥ずかしくないの、テレビ朝日として。そうですね、 TBS のお笑い番組を見逃すなみたいな、これ裏にもあったわけですから、ね、お笑い番組です、はい、どうせ引退するにしてもテレ朝の問題で俺は引退します。ああそうですね、じゃあテレ朝の問題に変えて、テレ朝の問題にしてください。じゃあもう今回は確かにテレ朝の番組で有田さんが引退するっていうのは不手際だね。不手際だね。不手際ではないです、はい、いや勝手に進めてるけど、問題をあのチェンジしてもいいですかってお願いしてもらってもいいですか。それはね、まだお伺いを立てて、結論を出すのはこっちだから。じゃあ、TBS の、番組のクイズを出して、これ引退させてしまうところでした。このまま出題したので、まあね、別の問題に変えさせてください。お願いします。ズバリはい。うーんの時間なんだったんですか。今回な、有田がそう言うんだ。ズバリはいって何ですか、はい、では参りましょう。問題こちらです。こちらをご覧ください。あーそうですね、まあ、田舎のポン引きと病み上がり、こうなったらもうベッキーも聞きたくなりますね。問題。有吉がベッキーにつけたあだ名は何。これはテレ朝問題です。はい、時代もあるから今言っちゃうと炎上するような。しないです。あ、それはちゃんと選んであります、はい、そんなやばいこと言わないです。いや、なんか路線ももちろんあんだけど、はい、でもさ、ベッキーさんってさちょっとあったじゃん、いろいろ。あ、そうですね。じゃあそれをなんか今なんか誘導してるじゃん。その前の、その前の時期です。ポジティブなあだ名ですよ。もう許してあげよう。もう許して。許してはいるんですけど、みんな許してますって。もう視聴者の方だから。だからお前だけなんだよ。俺一回もあれは僕は許しませんよって言ってないけど。でもそういう態度は取ってる。許して問題変えましょう。じゃあ誰も傷つかない、皆さんがご誕生されてる状態の。はっきり言ってくれよ。じゃあ許したって。ベッキーさん、僕はもうあなたを許します。よし、よし、分かりました、分かりました。若いね、俺若いね。じゃあ参りましょう、はい、クイズお笑い問題。1969年から1985年まで TBS 系列で毎週土曜日夜8時から放送されていたバラエティ番組は。また TBS 系列だよ。どうする、ねえねえ、そう、しかも俺69年で生まれてないんだけど。もうさ、全部ダメじゃん。でも途中で生まれてますよね。だよその言い方、分かって言うわ。じゃあもう腹立つまじで。俺何回言うか。貸しだ、貸し、貸しだから。じゃあ貸しだとして、貸しだからな。8時だよ、全集合。いやー、しまった。嫌だよこれ。終わりはすまんな。嫌だって言ったじゃん、 TBS はやめろって。有田さんすみません、ありがたい。すみません、どうも。器がでかい。すごいですよ、上田さん。